あなたの心の鬼滅の無職、須山岳司です。アニメや漫画をより楽しむための動画をお送りしておりますということでね。そんな今回のテーマは、みんなのツイッター投票で選ぶ週刊アニメランキング。秋の9話から10話編となっていまして、僕は見たアニメをね、このようにツイッターで感想を上げていまして、そちらのいいねを1ポイント、リツイートをね、5ポイントで計算し、その合計値でですね、毎週発表しているオリジナルランキングとなっています。250ポイント超えで、今週の神回、同ポイントの場合ですね、僕の好みで順位付け、不正投票でポイント無効になるルールとなっています。はい。ということでね、今回も僕の個人的な好みで選ぶベスト3から発表していきたいと思います。第3位です。コミさんはコミショーです。第9話ですね。こちら、コミさんがティッシュを配るシーンで共感しまくりとなりました。そして、ね、第2話、結城優菜は勇者である大満開の章第10話となっていまして、こちら2期の最終回と合わせてダブル神回出たよという形となっています。そして、ね、第1話、無職転生第21話ということで、今度はバトルの神回来ちゃったよと。さあ、それではランキングに入っていきたいと思いますけどもね、こちら7連覇中の無敵の無職転生に対抗できるはやつしかいないとなりまして、ついに始まった鬼滅の刃、遊郭編がですね、無職狩りできるんでしょうか。そのですね、第20位は77ポイントで、月とライカとノスペラトゥ第10話ということで、レクの夢が近づけば近づくほどですね、このイリナとの仲が引き裂かれていくというそんな展開となっていましてですね、ロケット打ち上げも恋もクライマックスなのに、ここに行ってポイント大幅ダウンなんですけどというですね、この第20位となってしまいました。先週6位からね、このゲーム打ちた上に今季最低順位となったということでですね、ファンにとってはこの悲しい展開はですね、そんな盛り上がれないぞということなんでしょうか。第19位は80ポイントで、セレクションプロジェクト第10話ということで、セレクションプロジェクトならぬセルフプロジェクトへという形となりまして、先週はですね、オーディションと言いつつ全然競ってないやないかーいとね、突っ込まれまくっていたんですけどもね、まさかのタイトルすら変えるこの展開に、今週はなかなかやるやんけというね、そんな感想があふれました。まあ、いい意味でね、裏切りをくれた、まあ、セレプロならぬセルプロになってきました。第18位は82ポイントで、プラオレ第9話ですね。こちら、ナオとリコのエモエモな友情会でね、これで3週連続ランクインということで調子を上げてまいりました。まあ、ホッケーの盛り上がりとともにですね、前半の不調が嘘のようにポイントを上昇してきたという形なんですが、ただですね、全然出番がない先輩たちはですね、新メンバーにレギュラー取られちゃったんですかっていうね、そんな疑問なんかも出てきまして、この辺ですね、セットにね、よって全員入れ替えているとか、いや、その割にはですね、このホッケーのセットが好きなすぎるというね、意見が分かれていたんですけどもね、初心者のためにもちょっともうちょっとね、ホッケーの基本情報ぐらいはですね、まあ、解説してほしいところかなと思います。そしてですね、本当に先輩たちのセットもね、あるんだったらですね、少しダイジェストでも A のでね、描いてやって使わさいと。第17位は91ポイントで、プラチナエンド第9話ですね。こちら、今度の神候補は、ブーのスーのコンプレックスを持つ男となっていまして、そんな男がですね、メトロポリマンのね、敵となったら、駆逐してやる、イケメンよーとなると思ったら、いや、憧れるんかーいというですね、意外な展開となりまして、その突っ込みによってでしょうかね、ポイントが伸びてきました。第16位は、96ポイントで、タクトオーパスディスティニー第9話ということです。こちら中盤の不調が嘘のようにね、3週連続ランクインと調子を上げてきました。まあ、運命のね、このヒロイン度が上がったことで作品の調子も上がってきたよということでね、ここが比例していたようです。こちらですね、シュナイダー一家の再会ということでですね、まあ、アンナとロッテがそっくりな割に、コゼットだけ似てないなーっていうね、感想なんかも上がっていたんですけど、まあ、これ、様式だからね、コゼットだけ似てないと形となっています。ただですね、すでにね、この娘が2人いる状態なのにですね、なぜね、そこにコゼットを養子にしてきたのかという疑問なんかもありましてですね、コゼットが運命になったのと、繋がる秘密でもあるんでしょうか。第15位は99ポイントで、真の仲間じゃないと勇者のパーティーを追い出されたので辺境でスローライフすることにしました。だから投げよーというですね、相変わらずのタイトルとなっていますけどもね、こちら賢者がうざいので勇者も辺境でスローライフすることにしましたとね、言わんばかりのルーティー界という意外な展開となりました。まあ勇者界はずーっとシリアスだったのでですね、今回結構なコメディやないかいということで、しかもですね、兄貴とのね、再会も意外とあっさりやないかいということでですね、てっきりあのシリアスな展開でね、ルーティーが闇落ち、最終的にですね、一人楽しむですね、兄貴にバチコーンとね、ますと思っていたんですけれども、第14位は同じく99ポイントで、大正乙女おとぎ話第9話ということで、今回はですね、ゆずきと玉彦のラブコメは一旦お休みとなりまして、代わりにですね、このはかると小谷の兄弟会という形となりました。ここでですね、ほどりもあったんですけどもね、ポイントは大幅ダウン回というこの結果となってしまいまして、まあ、1話から続いていたら記録が途切れまして、初のベスト10圏外に、ね、落ちてしまいました。まあ、兄弟愛はいいからもっと2人なのにイチャイチャを見せんかいというね、そういったですね、視聴者の声でしょうか。第13位は103ポイントで、
役ならマグカップも2番釜第10話ということで、役ならマグカップもまさかのタイトル回収もあるとは思わんかったという回となっていました。こちら2期に入ってからさ、グググググッとね、ストーリー性がアップしましてですね、今回はね、先週と違ってベスト10から漏れてしまったんですけどもね、先週と同じく2週連続で100ポイント超えと調子を上げてきました。だけどですね、Twitter の方では結構触れられるんですけどもね、この YouTube の方では相変わらずね、全く触れられないということでですね、YouTube 層にはあんまりハマってないのかなというね、疑問もあるんですけれども、第12話、105ポイントで、最果てのパラディン第8話となっていますね。こちら、晩作つけて一周休んだら、ついにお待たせヒロイン、お待たせしすぎたのかもしれないというですね、最果てのパラディンにメインヒロインはね、ロリッコヒロインなんでしょうかというですね、キャラクターがついに登場しました。ヒロインの登場で、ポイントアップで、こちら5話以来のランクインということでですね、登場が遅いというね、感じなんでしょうかね。第11位は、同じく105ポイントで、白い砂のアクアトープ第22話ということで、いや、職場復帰するんかーいというですね、前回の振りは何だったんだよというね、展開となったんですけどもね。まあ、新規一点ね、メインストーリーはうまくいったけどですね、このブラックな環境は全く改善されず、全然先輩手伝ってくれんやないかいという具合なんですけどもね。まあ、そこが気になって、メインストーリーが頭に入ってこねえよというですね、アクアトープとなっています。どうした PA ワークス、白箱の時はもっと職場全体で一致団結してたやんけと。さあ、ベスト10です。113ポイントで、先輩がうざい後輩の話第9話ということで、お待たせ水着会、お待たせたわわな日というね、そんな形となりました。まあ、双葉はですね、この極上のね、パイとオツで挟んでですね、プレッシャーというですね、演出が分かっていらっしゃる紳士の心というね、そんな回だったんじゃないでしょうか。またですね、トーコの方は予想通りだったんですけどもね、夏美もね、予想以上に圧倒的じゃないか、我が軍は圧倒的じゃないかというですね、そんな水着会となっていました。第9位は、同じく113ポイントで、逆転世界の電子少女第9話が入ってきました。こちら、命を懸けても守りたい趣味があるというですね、そんなラーメン屋の親父を筆頭に、秋葉原に集まる男たちのハードボールド会となっていまして、結果ですね、こちら、今季初のベスト10入り、最高ポイントに達成したですね、逆転世界の電子少女となっています。けれどですね、そんな男たちのドラマをですね、宗像が壊すんかいというね、この終盤の展開となっていましてですね、こちら、最初からずーっと思っていたんですけどもね、新中軍と戦う前にですね、まずはね、こいつら借金取りと戦えばいいのにって思うんですけどもね、借金返すために戦うというのにですね、ガランドール使ってですね、こいつらギャーンとやればそれで解決という形なんじゃないかなと思うんですけども、まあ世界観はね、好きな作品なんですけども、この主人公と宗像がハマられずですね、いまいち乗れないのは僕だけじゃないはず。第8位は、124ポイントで、世界最高の暗殺者、異世界貴族に転生する第9話ということですね、こちら、ルーグちゃんの成長をしっかり見守りますというて、このタルトやマーハ以上に今回お母さん光ってたでーという回となっていましてですね、息子の老いたを見たい母親がいるかよというね、突っ込みどころ満載なんですけどもね、もしかしたら真のヒロインはこのお母さんなのかもやね、知れないわけです。第7位は、128ポイントで、コミさんはコミショーです。第9話ということで、スマブラだけじゃない、早々のフリーレの夢のサンデーコラボもありまして、コミさん大復活というね、そんな形となりまして、お久しぶりの高ポイントでですね、先週14位から大幅アップという形となりました。ただね、個人的にはこのコミさんのね、ティッシュ配りの方がね、ツボだったよという回となっていましてですね、この配ってももらってくれなくてですね、泣きそうになるはね、まあコミショーあるあるじゃないでしょうか。これ僕もバイトやったことあるんですけどね、ただね、コミさんは美人だから全部配れたけど、僕がやった時は1時間で3つしかね配れなくてですね、途中でもう帰っていいよって言われてね、切ない思い出なんかもあるバイトとなっています。第6位は139ポイントで、見える子ちゃん第10話ですね。おら、腹減って力が出ねえよーというですね、そんな腹減りんこ腹バーサスですね、シリアスホラーというような回だったんじゃないでしょうか。どんなにね、ミエルコちゃんがですね、シリアスなホラーの展開に持っていってもですね、この腹だけはずーっとコメディやめませんやんというですね、このね、このずーっと貫く構図がですね、癖になったんでしょうか。最近はお色気なくてもポイント好調だぜと。さあ、ベスト5です。156ポイントで、86第19話が入ってきました。こちら、晩作つけた先週からの再会はいきなりのバトルクライマックスだよということでね、まあ一周休んだ分ですね、激しいバトル見せてくれるのかなと思ったらですね、結構サクッと終わるんかいというね、その辺が逆たすかしだったんでしょうか。まあクライマックスにしてはね、ポイント伸びずというね、そんな形となりました。その前はね、200ポイント超えてたんですけどもね、だったらですね、次でモルフとのね、このバッチバチのね、バトルで見せてくれるのかと思ったらですね、またしても晩作つけたーとですね、来週お休みということで、もうこれ終盤ね、晩作つきすぎだろというね、86となっています。ちょっとですね、スケジュールね、管理に失敗しちゃったかなと思われますと。さあ、そして第4位は、186ポイントで、
鬼滅の刃遊郭編第1話ということですね。いや、全然無職狩りできねーというですね、これね、無職狩りどころからですね、残りね、3つも上にあるぜという形になってしまいました。鬼は狩れても無職は狩れない。字面的には無職の方が狩りやすいんですけどってね、そんな形なんですけどもね。まあ、とはいえですね、まあ今回はね、渦井も最後に出てくるなどですね、遊郭編の導入会というのがね、まあ大きかったかなと思われます。あとですね、原作の時から思っていたんですけどもね、まあ、葵も連れて行って欲しかったな。葵の活躍もっと増やして欲しいね、とね、思うんですけれどもね。さあ、ベスト3、ここから200ポイントを超えてきます。第3位は220ポイントで、王様ランキング第8話が入ってきましたということで、今週も高すぎるポイントで安定の王様ランキングとなっています。こちらですね、ボストでドーマス。まあ、これね、やってることはひどいことでですね、まあ、普通だったらこの二人悪党扱いされてもね、おかしくはないと思うんですけどもね、そのね、悪事を受け入れつつ、まあ、食材に動くことでですね、こっち側にも感情移入させてですね、今回もまたほろりとさせるのよ、というですね、そんな回答をもらっていまして、主人公以外でも泣けるドラマを作れるのがね、この王様ランキングの強みでしょう。第2位は、234ポイントで、結城優菜は勇者である大満開の章第10話ということでですね、こちら、結城優菜が終盤に入ってやばすぎるんじゃーという展開に突入してきました。これですね、3週連続ベスト3入り、そしてですね、不動の2位だった王様ランキングをね、またまた破って2度破る快挙ということを達成いたしました。今回はですね、この2期の最終回でね、この裏に活躍するね、先森たちもドラマもプラスしまして、さらにですね、勇者の戦いの方にも進化とプラスしてきてですね、この表と裏を組み合わせたことによって、ニッチの熱い神回がですね、短期で激アツ神回に進化したでというですね、そんなね、形となっていました。まあ、一期二期をですね、見ていないからスルーした人もですね、この年末を使ってですね、一期から見てみるのはどうでしょうか。このポイントからも分かる通り、その価値は十分あるでと。さあ、ということでね、まあ、今週の最新話見た人だったらね、もう分かってたんじゃないでしょうか。第1位は、なんと、1224ポイント、もう敵じゃねえという形となっていましてですね、無職転生第21話、圧倒的神回というですね、圧勝のね、形で、ね、終わってしまいました。勇者も鬼滅も全く寄せ付けないこの強さとなっていまして、まさかですね、この万作もつけた作もね、ちらほら出てくるこの終盤戦で、こんな映画クオリティのね、バトルが展開されるとは思わんかったよというね、展開となっていまして、結果ですね、鬼滅の刃、無限列車への第1話、1035ポイントをかわしてですね、こちら全作品の今季最高ポイントも叩き出して第1位というですね、そんな結果となりました。これで、ね、無職転生が8連覇達成、もうね、塗り替えられることはないと思っていました。ビビの9連覇が見えてきたぜと。はーい、ということでね、今回の9話から10話編のランキングをまとめると、もう無職転生止まりませんわというね、快進撃となってきました。あとはですね、どこまでこのね、この連勝記録を続けるんでしょうかということでね、こういったアニメや漫画をですね、より楽しむための動画を随時上げておりますんで、チャンネル登録もしくはですね、グッドボタン押していただけると嬉しいです。それではまた。